この4コイン割と、後で響きそうな気がしてならないんですけど、サイコロ使いますか、普通に。で、砂の橋は、ちょっと、誰かに渡らせる方向性で。1、そもそもそこまでたどり着けない。2、3、1。花ちゃんのお店行きましょう。花ちゃんのお店行きましょう、これは。まあ、花ちゃんのお店ですね。で、マジか!マジか、まあ、ハイパー使ってですね。いやー、ここで金の土管引けないのは、まあでも多分あれですね、追いかける側なんで引けないのかなって感じですけど。あ、じゃあ追われる側なんで。ちょっとこれは、あれですね、早めのタイミングでちょっと抜け出すかどうにかしないとですね。で、多分ね、今チョロプーが座ってるマスはね、キノピコがスター持ってくるマスだと思うんですよ。左広いじゃないですか。無駄な空間じゃないですか。絶対そこ来ると思うんですよ。まあ、ここで、マリオが、スターを取った後に待ちっていうのもありだと思うんですよね。あ、行かない。やっぱ行かないんだ。やっぱ行かないってことはさ、やっぱさ、やばいんじゃない？だって明らかにそっちにスターあるわけだからさ、そっち突っ込んでもいいわけじゃん。なんかそうだって無駄にここ、ね、ハイパーダッシュキノコでぐる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 回るのはさ、明らかに握手いってえな。明らかに握手じゃん。なんかあるんだよ。なんかあるんだよ。そう、何かを、いや、俺は行かないからね。実況者、は？実況者っていうね、建前を使ってね、あのね、下手くそプレイをするのはね、僕はね、許さないタイプの人間なんで全力でプレイをするのが実況者だろって思ってるんで、さあ、ま、そんなことはどうでもいいんですけど、マリオ、さあ、とりあえずマリオがこれ確定で星ゲットですよね。で、18コインなんでほぼイーブンなんだけど、金の土管があるんで、またさらに1個スターを取られてしまうと。さあ、果たしてですね、マリオにミニゲーム語れてないだけマシですけどね。でもまあ、これだけいい位置に入れてるってことは、割とマリオさん、なんか結構、まあサイコロの効率がいいってよりは、まあかなりいい目を引けてるということなんでしょう。さあ、とりあえずマリオが2位になった。さあ、どこ？いくらさ、今度マリオの新作に私出られるから、つって念願だからマリオさんに忖度しようみたいな。あ、許されるときも思ってるんですか、これ。ボコるべ、みんな、おい。おい、あいつ蹴落とすべ。ボコ、バキュームクリーナー。あん？なんだ。あー、で、こういうこと？こういうこと？はい、みんな、はい、そっち行って、はい、そっち行って、そっち行って、はい、そっち行って。みんなで吸えば勝ちみたいな。え、これ吸った方の勝ち？吸った方の勝ち？こういうこと？ああ、まあ、まあ、うん、わかった。まあ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 。ちょ、後ろの二人が足引っ張られなければ勝てるわ。勝てるわ、多分。いきます。スタート！ピー。ピー。はい、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 ピー。はい、こっちこっち。はい、ピー、はい、ピー、はい、ピー、はい、はい、頑張って、はい、頑張って。え、これ、あれじゃない？ワンピー振りじゃない？ド振りじゃないこれ。はい、ピー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 、はい、ピー、ピー、ピー。マリオどうしたお前マリオ今マリオ今超絶クソダサプレイしてたぞはい。こっちでしょこんなの。え、これワンピー超振りじゃない？明らかに。いや、いくらスピード高いっつったってさ。圧勝でしょ、そんなの。3個ある分。3個あるんだからさ、相手陣地に踏み込んでさ、おー、イェーイ踏み込んでさ、すれば勝ちじゃん、こんなの。陣取りゲームじゃん。今しても、でもそれ以上にマリオがさ、マリオが俺、今結構真剣に掃除してたからあれなんだけどさ、明らかに詰まってましたよね。明らかにクソダサプレイしてましたよね、あの人。あんなプレイしてる奴に負けんのかよ。許されんとかよ、マリオパーティーだからっつって。これどうしようさ、これさ、いける？いける？いけ？いく？これ突っ込むの負けかな？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。 あー、無理だな。13か。13マスか。13マスってことは、5,6,2 で、あ、全、あ、15？ 全部引かなきゃいけない。15？ え、そう、なんで俺数間違えた？いや、これはちょっとね、左上はいけない。足りない、さすがに。2ターンかかるけど、いや、ちょっと。2ターン、まあ、1引くんだったら無理だからいいや。2ターンかかること前提で立ち回らなきゃいけないんだったら、まあ仕方ないねって感じですよね。
うん、まあまあまあ、これはちょっとキノピコに後で説教しなきゃいけないですね。チョロプーは、チョロプーは66出しても届かないでしょう。あ、でもちょっと行ってもらおう、とりあえず。あの砂、砂の橋が。え、絶対崩れるじゃん。行くべ。行かない行かない。やっぱ明らかに何かまずいことが起きるんですね。これは、そういうゲームなんですね。戻ってきたし。これさ、チョロプーずっとここでさ、地下生活するんじゃん。なんか言われてみればカイジの班長みたいな顔してんじゃん、チョロプー。カイジくん。欲望を満たすのも、この地下生活では大事なことだと思うよ。あ、バーサス来た、よし。ブルブルミニゲームやりましょう。よし、頑張るぞ。まずはブルブル早押し、揺れたら A ボタンを押すやつね。はい、コインを決めます。ドン。10、しょっぺしょっぺしょっぺ。10、10、20、あ、10、20ねえのか。なるほど。はい、触れたら早押し、早い、はい。長っ長っ長いな。間が持たねえよ。長えよ。あ、バーサスマスって普通マスになるんだ。へえ。いやー、まあ、確実にね。1でも出せば確実に決められると。いやー、ここだなー。まあ、ここ、10コイン取れたのはでかいんだけど、そっから336。この次ですよね。キノピコがどこ行くかだなぁ。いや、左上な気がするなぁ、これ。右下来ないかね。連続ゲットですね。はぁ、あ、何が連続ゲットで。てめえのさじ加減次第だろ、そんなの。調子乗ってんじゃねえのかな。てめえのさじ加減でさ、なんか、すごいですね、みたいな。よいしょしてんじゃねえぞ。それともあれか、クッパ姫にお株奪われたから、なんかそれで、ちょっと、やばい、このままだとまた私の地位が下がっていく一方だから、マリオさんに媚び売っとかなきゃ、みたいな、そういう話か。もう、そんな敵回す、敵つくんぞ。あはは、俺とこには誰も来てくれないよ。こりゃ困ったなぁ。え、これ結構あれじゃない？あれ、クリちゃん、クリちゃんの目の前？クリちゃんどの辺にいたっけ、今。なんかスイカバー食ってるよ。あ、スイカバーじゃねえか、スイカだわ。ガボンがスイカバー食ってた。ガボンいる、結構いるな。なんかパイナップル食ってるし、あいつは。あ、右、左、ふざけんなよな、おい、マリオ、お前、おい、2個目だろ、それ、お前、キノピコに忖度されて、隠しブロックにも忖度されてんじゃねえぞ、おい。おい、なお前、そんなんで勝って嬉しいのかよ、マリオパーティーよ、おい。調子乗ってんじゃねえぞ、その顔。マジで。ヒゲ引っこ抜いてやろう。振り分け、ボール投げ。縦持ち、はい！スラップつけて、はい！つけてます、ちゃんと。大丈夫です。偉いんで。え？どうすんの？弱く振る下に投げる。あ、R 押した、押さないといけないんだ。あ、ちょ、待って、始まっちゃったんだけど、ちょ、触れてないんだが、R 押したらスタートやめてくんない？それ。ちょ、R 押せないんだけど。は？あ、こっちか。あれ、こっちか。あ、なるほどね。うぜ、ま、やべ、結構フルきつい。あ、R 押したら、R 押したら、やばい。やばい、強っ、味方、敵強っ。ちょ、これ、むず、むず、いや、むず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 、よし、勝った、あぶね、よし、あぶね。いや、これね、ほんと、すげえ、ぐらいしかやってないんだけど、クッでスピョーン飛んでっから、いや、これむずかった。クッってピョーン飛んでっから、ほんとに、ぐらいじゃねえとダメ。ちょっと、伝わんねえんだもん、だって。わかるべ、へぐらいで、クッはダメなの。マジで、ジュイーンはダメだから、なんか、この人頭おかしいですね。ね、冷静に考えて。やばいですよね。ね、一人でマリパやってるだけでもやべえのにさ、何がクイーンだの、ギューンだのバカじゃねえのって、ね、さあ、予想家の、いや、今回はね、果たして誰が勝つでしょうか。伊崎修五郎さんです、どうぞ。はい、いやー、わからないよ、チャロプーかな。さあ、
伊崎さん最下位予想しすぎでしょ。あなたさっきずっと最下位しか予想されてないじゃないですか。ぴったりサイコロ感じですね。大穴党ですね。大穴にかけるのはいいですけど、大穴はね、豊富な資金力がないとあれですか、勝てないですからね。当たるまでにお金が尽きちゃって終わっちゃいますから、ね、当たったと、あと当たった時の快感がやばすぎて、だいたいギャンブルジャンキーになりますからね。あれ右上誰もいない？あ、いや、誰もいねえわ、そもそも。そもそも誰もいなかったよ、あの。ちょ、さ、上行きたいんだよな、右上。まだ行けてないですからね、唯一。やっぱ地に足つけないと。よっしゃ、どうしよう。どうしよう。でもどっちにしろ、あれですもんね。あの、左の橋渡れないから、土管入らざるを得ないんですよね。はい。2位。ってこと考えたら、マリオ一番近くね、じゃあ。やば。やばくね。右上も今なんか、忖度するんだって。え、なにこれ初めて見た。お？プロペラ併用チケット。ライバルのアイテム一つ。使われるじゃん、このターンに。ダメじゃん。ダメじゃん。いや、今俺、やったぜって思ったけど、マリオ24コインなんか持ってるから、ダメじゃね。ダメじゃね。ちょ、渡って、チョロップ。あ、渡る！お！はぁー！渡れんのかよ！ちょ、はぁー！ちょ、待てよ！なんだよ、それ！渡れねえと思ってたじゃねえかよ！何その若者顔でドヤ顔で渡ってくの！ざけんなよ、なぁ！なんだよ、それ！崩れると思うじゃん、初見プレイなんだからさ。マジかよ。2、5。封鎖されたと思うじゃん。あ、届かにゃい。届かない。これは、これでもマリオだよね、じゃあ。じゃあマリオだよね。え、でもだからっつって俺このターンにさ、ここ届いてないもんね。マリオ使うんでしょ、アイテム。うわー、やべえ。ちょっとどうしようかな、これは。これ相手が、あれですよね、スタート感最後、ま、もう一個入れたら多分、特にマリオとかが手に入れたら確定負けになっちゃうんで、チケットこれ最後まで取っとくのもありかもしれない。サイコロ触れる保証もないからな、こういう強力なアイテムは。さあ、とりあえずマリオが、スターを2個取った。で、あとさ、あれどこにいんの？スター奪えるやつ。誰だっけ？ジュゲムか。ジュゲムどこなんだ？ジュゲムこのマップいない説ある？俺、多分全マス回りましたよね。回りましたよね。ってことはゲッソーか。だよね、ないよね。ないよね。やべえ、ちょっと、やばい、これ、ちょ、頼む、まず俺んとこ来てくれ、まず、あのさ、キモピコちゃん、ちょっと考えてもらっていいですかね。あなた、マリオさんに忖度しすぎなんすよ。ちょ、明らかに忖度しすぎなんだよな。ちょっと、それは、マリオさんのこと、やめてもらえませんかね。ちょ、これ、6、ぴったり。いやー、これどうしよう。うわー、これほぼ絶望じゃない？スター3個以上離されたら負け確じゃん？負け確じゃん？絶対。最低2個でしょ？ 2 個にした上でコインで勝たなきゃいけないでしょ？クラッシャー軍団から逃げろー。へ、何すんの？怖い。ジャンプはできない。ジャンプができないからひたすら逃げてくだけ。はい。これはいけんじゃない？大丈夫じゃない？とりあえず逃げたらいいんでしょ？怖。で、スティック入れるだけだから、まあいいんじゃないかと。ピーツ！これでも後攻めと有利かもしれないですね。後攻めの方が、先に、ね、見れるからさ、どっち行こうかなって選べたりとかするんじゃない？いや、でもさ、思うんですけど、ちょ、クリちゃんこっち来ないで。これさ、え、これ、勝負つく？ちょ、邪魔クリちゃん！クリちゃん邪魔！ちょ、押さないで、クリちゃん邪魔だから！邪魔だからクリちゃん邪魔！やべえ、これ邪魔！クリちゃん邪魔しないで！社交だからそれ、社交だから！マリオざま！クリちゃん邪魔しないで！あ、すげえ下のブロックむずそう！こっち来た！なんでクリちゃんこっち来る？クリちゃん！これさ、友達とやったら勝負つく。めっちゃ妨害したらつくかもしんないけどさ、素直に走り続けてたら多分つかなくないか。すげえギリギリのせめぎ合いとかやんとかね、後半の方でね。
オッケーオッケーオッケー。まあいいんだけど、それはいいんだけど、やべえな。スターに還元しないと負けですからね。あと2ターン。2ターンでしょ？どうしよう。ラストターンに使うのは確定じゃん。これアイテムさ、使っていいのかな？違うのね。違うの。チケット使ってサイコロ自分が振れなかったら負け確なんですよ。多分。だそれを迷ってるんですよ。サイコロ振れるのかどうかみたいなのちょっと知りたいんだけど、その方法はない。ちょ、いやー、触れてくれ、頼む。ちょっとそれ、多分、でも逆にそれしか勝つ筋ないからやるわ。もらう。ぴったりサイコロもらう。まずマリオからぴったりサイコロもらう。まあ、まず。まずね。ピチ。はい。もらいの、プロペラ兵法にもらいの、で、土管でキノピコのところに行きの、じゃない。じゃないの。で、好きなマスイとマリちゃんすごいアイテムですね。いやー、よし、オッケー。あ、でも使えないのか、このターン。マジか。あ、マジか。あ、マジか、マジか、マジか。ってことは、2か3に止まらなきゃいけない。2か3に止まらなきゃいけなくて、2か3が一番出るサイコロは、うわー、やべえ、どうしよう。あー、どうしようかね、これは。2か3、2か3、2か3、こっちだよね。まあ、どっちにしろだよね。どっちにしろですよね。どっちにしろですよね。3分の2、アイテムが使えないか。あ、ちょっと待って。あ、そうか、ピーチの分がある。あ、ピーチの分があるんだったら、よっちゃんのサイコロどうがよかったかもしれないけど、わかんないから、いやいや、無理だ。0000ないもんな。やっちまったかな、これは。いやー、これは、やっちゃったかな。いや、でもな、01。え、ちょっと待って、01333でしょ。0244、あー、いやー、どっちだな、どれも一緒だな。これは、ピーチのせいで負けたな。これ、ピーチのせいで負けたな、これ。いや、いけね、無理だな。これはきついな。いやー、これは、ちょっとな。いや、これ、ラストターンにあれ踏むか、ボーナス2個もらう以外に勝つ筋がない。いやー、ちょっと、まずいんじゃないかな。まあ、あくまで確率的要素ですからね。今のもだって結局自分が1引いてりゃいいだけの話ですからね。そうですよね。逆に0とか引いたとしても、0引いてもピーチが1引いたらダメですもんね。やばいな。怪しい橋渡ろう。渡ろう、クリちゃん。勝負しよう。負けちゃうよ。クリちゃん負けちゃうから勝負しようね。勝負しよう。マリオが突っ込んでくだけだから、それ。やばいって。やばいってよね。3、3、3、3、3、3、3。びっくりマサ、踏まない。踏まない。いやー、怖いなびっくり。びっくりマスに踏むとゲッソーなんだな。いや、ちょっと。これは厳しいかもしんないっすよ、これは。さあ、ラストエリアでバトル。ちょっとでもさ、俺、実力で負けてねえと思うんだよな、これ。え？何？どういうこと？何？一番広いエリア？ここじゃないの？あ、先選ばれたら負けなの？うわ、むずー！俺、あれなんだよな、縄張りバトルのさ、用意、ドンみたいなの超苦手なんだよな。え、むずー！これむずっ。ちょ、みんなもね、選んでくださいね。早押しだからね。早押しだからね。コンピューターに選ばれたら負けですよ。え、真ん中でしょ。真ん中でしょ、これ。勝ったべ。よーしよ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 し。オッケー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 。はい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 。次。いやー、違う。クリちゃんか。クリちゃんだったなー。いやー、むず。え？勝ったべ。いったべ。よし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 まだあるまだあるまだマスちっちゃまあ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 
上位取るの大事、うん、上位取るの大事。ちょっと縄張り、やっぱ苦手なんだよな俺。どっちが勝つでしょう、あの縄張り。未だにわかんねえんだよ。 3% ぐらいの僅差だと外すからめっちゃ。そんなことどうでもいいな、アツトターン。これはもう橋にかけるしかないですよね、多分。橋にかけるしかないですよね。橋渡った先に何があるかですよね。もうこれはダッシュ使うしかねえ。いやもうこれほぼ負け確なんだよな俺の中だと。いやーサイコロ、通常サイコロでもういきます今日は。せーの、はい、 6! はい、17、何 ?12 ちょっとマップを見ます。12、え、ちょ待って、ズームアウト。はい、12345678910112戻ってくるのと、渡り切ったとして12345678910111ラッキーマス行くわ。ラッキーマスに止まるわ。まず渡れろ、来い、おらー、よし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 、渡った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 。ヨッシーの夏はまだ終わらない。ヨッシーの夏は、え、買えと、え、買え、え、え、買わない、やだ。え、え、ちょっと待って、まだ溶けないの、アイスしかも。気温が高すぎます。大事な商品ダメにならないから心配です。え、あ、どういうこと、ちょ、ラッキーマス。マリオからスターを全部ぶん取る。マリオからスターを全部ぶん取る。マリオからスターを全部ぶん取る。ない。ここいらないよ。ラストターンだよ、これ。換金させてくれよ。いらねえよ。ラッキーじゃねえよ、全然。何も起こってすらないし、ワンチャン青マス止まった方が良かったしな、これだったら。マジで。これ、どうす、これもうだから、ボーナススター2つもらう以外ないですよね、勝ち目ね。ですよね。ってことはどうすんの、どういう、あれがあるの、ミニゲームスター、コインスターみたいなのが来たら勝ち。うわー、やばい。コインスターは、多分、クリちゃんが変なマス止まらない限り大丈夫じゃん。いやー、マジかー。強かったな、コンピューターあ、いや、ちょ、それで、マリオのスターを全部誰かに配る。まあ、違う、いけなかった。はい、違った、マス目を読み間違えてた。デイジーじゃなかった。ほんとにさー、やめてくれよ、マジでー。俺、ま、この試合負けてねえよ、どっからどう見ても。もうどっからどう見ても負けてねえよ、この試合、俺。なんだ、それ。ライバルからここに10コインバウ。負け要素ねえよ、このゲーム。俺の運じゃ勝てねえってことだ。やめてくれよ、しかも最後マリオと組ませんなよ。囲んでフルーツ。え、囲んでフルーツ。あ、これ見た、なんか見たことある。これ囲むやつでしょ、こうやって。ほら、来いよ。あ、邪魔された。選んで、枠でね、やるやつね。はい。よし。選ぶやつだ、要は。要は、左側の見本を選べと。これさ、負けに行く意味もないよね、別に。もらえるコイン一緒だしね。ほら、ここだ。あれ、遅い。遅いぞ、マリュー。俺のスピードについてこい。はい。バナナに。あれ、ここだ、マリュー。おい、遅いよ、おい。おら、おせえよ、おら。え、次、無理。俺、ここでマリオ、はい、おせえよ、お前、おら。おせえよ。なんでこんなミニゲーム下手な人に優勝されなきゃあんないんだよね。やだ、俺叩いてない、俺動かしてねえもん、今、俺。俺今動かしてねえもん、ジョイコン。なんでこんなやつと、タイタッチしなきゃいけねえ、マジで。もう、忖度されただけじゃねえかよ、キノピコによ。おい、すべてのターンが終わりました。それでは結果発表です。おい、キノピコに忖度されただけじゃねえかよ、あのクソヒゲ野郎は。ふざけんじゃねえよ。よっしゃ、熱いバトルでしたね。かっこ本当は海やし、お前調子乗ってんじゃねえぞ、マジで。さあ、優勝の行方はどうなるでしょう。お前、キノピコ、俺今回のでマジで嫌いになったから、本当に。ちょ、頼むぞ。ちょ、ボーナスだ。ちょ、それではまず、あー、やべえ、忖度される。あ、キノピコなのか、ここの担当、やべえ。なに、ヒゲが一番濃い人。濃い人なの。一つ目のボーナスだわ、アイテムボーナス。何ですか、アイテムボーナスって。俺、今、アイテム一番持ってるくない、アイテムをたくさん使った人。ちょろっと。
まさかそれを見込んでの右下回転。よーアップで、よし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 アップで、よかったよかった、アイテム使っといてよかった。おーふぅふぅふぅ、首の皮一枚繋がった。いやー、コインスター頼む、コインスター頼む、マジでコインスター、コインスター頼む。はい、二つ目は、いやー止まってねー俺。え、てか誰も止まってなくない？マイナスマス、いやドッキリマス、え、誰も止まってなくない？嘘でしょ。せーの、マジで負けた気しないんだけど俺。もう、はいはい、範囲ある？範囲ある？ねえ、範囲ある？今回の試合範囲なくない？俺、次回お会いしましょう。さようなら。